はい、2020年4月3日分の、ウェブ朝倉学校、理科です。で、心臓の拍動のことについて学びたいと思います。で、4月3日分といったのは4月3日にリアルタイムで発信したんですが、ちょっと環境が整ってなかったので今4月5日に、再発信をしております。どうぞよろしくお願いいたします。それでは心臓の拍出の仕組みについて学んでみたいと思います。はい、肝循環と心臓の拍動の仕組みについて学びたいと思います。それでは、まず心臓の拍出量なんですが、私たち心臓で1分どれぐらい その血液を全身に向かって送り出しているかということなんですが、これ個人差とか健康状態差はあるんですが、まあ大体の平均値として非常に分かりやすい数字ですので、まあ押さえてください。1回の拍出で約 70ml の血液が出されます。これは左心室から全身に向かって出されると同時に、まあ直列でこうつながってますので右心室から肺に向かって出されるのも同じだと。で逆に言うと受け入れる量も一緒ということになりますので、心拍出量っていうのは左心室を基本にしてますけど、同時に右心室の拍出量もニアリーイコール、そして左心房右心房の受け入れ量もほぼイコールだというふうに考えていただければと思います。でこれが分かりやすい数字なんですね。1回につき 70ml で1分間に70回心臓は拍動しますので約70回で、外 70×70 で 4900ml、 つまり5リットルです。で、人体の中の血液量が5リットルですので、約5リットルですので、だいたい人体の血液は1分間で、心臓の力で1回一巡しているというふうに考えていただければと思います。じゃあ次に心臓の、循環の話なんですが、まあ基本線をいきますと、左心室から全身に向かって大動脈が、出ると、これちょっと肺を通ってるように見えますけど、こう肺は、の裏側を通ってるというイメージで、これ考えてください。肺の裏側というか、その肺は通ってないということですね。これ矢印がつながってませんので、全身に向かっていきます。で全身に向かっていってぐるっと全身回ってきて、全身でこの赤く書いてあるのは動脈血、酸素をたくさん含んだ血液が全身回って酸素が使われて二酸化炭素が多くなって静脈、大静脈から右心房に入ってきます。まあ、下大静脈と上大静脈があるんですけど、右心房に入りまして、で右心房から右心室に行きまして、右心室から肺循環に行くんですね。で肺で二酸化炭素を下ろして酸素を積んでまた左心房に戻ってきます。でこれが全身に向かう大動脈で、こちらが 大静脈、そして肺動脈、肺静脈というのがあって、これ小中学校で、まあ、中学校高校でその、大循環、体を巡る循環と、それから肺と心臓を行ったり来たりする循環、これは学ぶんですが、もう一つ実は重要な循環があるんですね。でこれは大学に行って初めて学ぶので、まあ、医療系大学に行かないと学ばないんですが、実は私たちの健康にとって非常に重要な血管系があります。それは肝循環、冠という字を書くんですけど、肝循環があるんですね。というのは私たちの心臓は、心臓自身が血液を送り出すと臓器であると同時に、心臓自身もその拍動をするという仕事をするんですね。で筋肉なわけです。でそうするとその心臓という筋肉を動かすための酸素とかグルコースが必要ですので、心臓自身に、その血液を供給する、のが肝循環です。で、大動脈から枝分かれして冠動脈が入りまして、そして心臓で、使われて酸素とかグルコースが使われて、また冠循環として肺静脈に戻ってくる、大静脈に戻ってくるんですね。こんな形です。ここに冠静脈、冠静脈というのがありますけど、戻ってきます。つまり枝分かれして心臓自身を養う血液となっていくんです。まあ、これは例えば発電所というのは、まあ
その地域に送り出す電力を作っておりますけど、発電所自身を動かすためにも電力が必要ですよね。だから発電した電力の一部はその発電所自身の動力として電力として使ってる。同様に心臓から発出した血液の一部は心臓自身を養うために使っているんです。さて、それで心臓の循環についてですが、この冠循環の中にできる、特に冠動脈の中にできるプラークが実は心臓の血栓となり、血流を滞らせ酸素の供給を阻むことで心疾患ですね、急性心筋梗塞とか心臓系の疾患の原因となっておりますので、これはまた機会があればこの心疾患系については、詳しく述べたいと思います。まあ、この心疾患を、特に急性心筋梗塞などをから救命する手段としての AED というのも普及しておりますけど、この話はまた後に機会があればやりたいと思います。それでは本日は実はこれは高校生物をさらに超えて、だいたい看護医療系とか医療系の大学に入った最初に学ぶ内容です。しかし、私たちの身近に非常に関係すること、まさに今私の話を聞いている皆さんの、体の中で、心臓が動いている話でありますし、ちょっと難しそうに見えるけど、ちょっとイメージをすれば、中学生でも理解できる内容ですので、ぜひ、知っていただければと思います。で、まず、基本的に、大学でやるような内容をまず簡単に言いまして、多分わからないと思います。すぐにわからないと思います。で、その後に、中学生でもわかるように、ちょっとイメージをつけてサポートいたしますので、まずはちょっと難しいと思っても、一回聞いていただいて、諦めずに見ていただくと、少なくとも2回目の説明ではイメージが湧きますので、ご安心ください。で、まず、心臓の、縦軸に、内圧というのは左心室、特に全身に血液を送り出す心臓の一番の重要な、一番の重要なというか最も体の全身に血液を送り出す部屋が左心室ですね。で、左心室、に対してその左心室に血液を供給しているのが左心房です。で、そして左心室から全身に向かって血液を送り出すんですね。で、本当はこれ上向きなんですけど、大動脈は上向きについてるんですが、ちょっとこれ、流れ図ということで、あえて下向きに書いてありますけど、こういう形で。で、左心房と左心室の間には、弁があるんですね。で、入ったけど、もう入れ終わったら閉じるような弁があります。で、それが、左心室から大動脈に行くところに弁がありまして、送り出した後、この弁が閉じる仕組みになっております。さて、それで、左心室の内圧というのは圧力ですね。圧力を縦軸にとって、左心室の容積を横軸にとったグラフを書くと、こういう、拍動ごとに一回これを繰り返すような、形をとります。で、まず、どこから出発してもいいんですが、心臓が血液を左心房から受け取って、左心室が受け取って、ぎゅーっと収縮するところですね。で、この時には収縮するだけで容積は変わらない。つまり筋肉が緊張するんですね。緊張します。それを東洋性収縮と言います。で、十分ギューッと収縮した上で、ドクッと出すんですね。この拍出器。で、拍出すると容積が減ります。左心室の容積が減ります。で、全身に血液が送り出されると。で、拍出しきると、緩むんですね。もう出し切ったと。出し切ったって言っても残ってますけどね。全部出し切るわけじゃないけど、ある程度その出せるとこまで出したと。で、その後緩むんです。ふーっと緩むんです。で、その時には容積は変わらずに筋肉が緩むという形になります。で、緩んだ上で今度は受け入れるんですね。左心房からこの新しい血液を受け入れて、また膨らんでくるんです。で、ぎゅーっと収縮して、ドクッと出して、そして、こう吸う、ふーっと少し緩んで、スーッと受け入れる形になります。で、これをさらに時系列順に書いていきますと、こういう形になります。で、これは心室が、収縮、これ、出発点から言うと、ぎゅーっと収縮しているのがこれですね。
そしてドクッと出すんですね。ドクッと出しますと容積が減ってきます。で容積が減り切ったところでふーっと緊張を抜いてまたスーッと受け入れるという形になります。でその時に中の圧力、この特に赤いグラフに注目していただきたいんですが、ギュッと収縮するときには急激に圧力がかかります。でドクッと出すと、まあ、その出し切るところまでは圧力が上がるんですけど、まあ、ある程度出し切るとだんだん下がってくるんですね。で特に、出し切った後はふーっと圧力を減らしまして、また、左心房から血液を受け入れるとこういうふうにまた少しずつ増えていく形になります。で便はどういう形かというと、房室便というのがありまして、房室便というのはこの左心房と左心室の間の便ですね。それから大動脈便というのは、左心室から大動脈に行く便ですけど、便は開いたあとこう閉じるときに音がするんですね。でそれが心音です。心臓の、拍動の音っていうのはこの閉じる、弁が閉じる時の音です。よって閉じる時はどこになるかというと、こう心臓がドクッと出し切った後ですね、心音があります。そしてスーッとここの左心房からの血液を受け入れ切った後にこの房室弁が閉じる音がします。でこう2つの心音がある形になります。それでは次に、まあ、今難しい話をいきなりしてしまいましたが、まあ心筋酸、まあ、私たちの体の中で心臓の筋肉が日々休まずに動いてくれているおかげで私たちは血液循環が保たれて生きてるんですけど、まあ、左心室の気持ちになってみようというふうに、まあ、考えてみましょう。で左心室の気持ちになって考えるとこういうことです。左心室が、まあ、仕事をするときに掛け声をしてる、さっきもちらっと言ったんですけど、まずギューッというふうに収縮して、蓄えて収縮 の力を蓄えてドクッとその力で出すんですね。出すんです。でドクッと出した後蓋が閉じるときにこの丸っていうのは心音です。心臓の拍動音がすると。でその後出し切ったのでちょっと緊張が抜けてフーッとすると。でしばらく緊張が抜けてふーっとした後にその余裕のところにスーッと上から左心房から血液が入ってくるという形ですね。でまたその房室左心房から の血液が入り切った時にパタッと房室弁が閉じますのでここで心音がする。この黒丸は心音です。で牛毒ふうすで、すっていうのは実は、まあ、すーって吸い込みますね。という言葉と、すーという言葉をかけてるんですけど、これ私が、頑張って考えた、まあ、看護医療系では実際に授業でどう教えてるか、まあ、わかんないですけど、私なりに考えた話です。牛、毒。で、毒の後、心音がして、ふうすですね。で、その気持ちになって、先ほどのグラフをもう一回見返してみましょう。はい。でまずここでギュッと圧力、容積を変えずにとにかく筋肉が緊張してこれからの毒に備えてるんですね。で圧力を高めていきます。でさらに圧力が高まるとその圧力でドクッと出るんですね。ドクッと出ます。でドクッとできたところでこの、大動脈弁が閉じますので心音がすると、まあ、心臓の音がすると。でそして緊張が緩むふーっというふうに緩んで、緩むと圧力は減っていくんだけど、まあ緩んだだけなので体積は上がらない。で、緩み切ったところで、今度は、左心房から入ってくる、吸うんですね。吸うんです。で、吸って、ある程度吸い切ったところで緊張に入るんで、また牛、毒、風、吸うという感じになります。で、これもう一つこのグラフは、この緊張の度合いを圧の変化を濃淡で示してますので、ギューッと圧が高まっている時にはちょっと濃い色で書いてきまして、ドクッと出し切った後には緊張が緩んで薄い色になってます。で、だんだんこれがまた濃くなっていくという形ですね。はい。で、ギュー、ドク、フー、スーを次の、このグラフで見ていきますと、まず東洋性収縮ですね。同じ容積で収縮する。まあ医学でいくとこの東洋性収縮白質期
東洋性弛緩期、心臓充満期という、心室充満期という言葉で学ぶんですが、まあちょっと難しいのでイメージでギューギューっとまず収縮します。でドクッと吐き出した時に容積は減ると。そしてフーッというふうに、まあ容積は同じままで緩んだ上でスーッと、ここスー書くの忘れましたけど、スーッというふうに吸い込むという形ですね。で、そういう形で、心臓の動きを、イメージで捉えていただく、心筋の気持ちになってイメージで捉えていただくと心臓の動きも分かりやすくなると思います。はい、それでは、これが心臓の、拍動の動きですので、まあ、一見難しそうに見えるこのグラフも、イメージとともに押さえると、まあ、分かりやすくなるし、私たちが日々、お世話になっている心臓のことですので身近な話ですので、イメージとともに押さえていただくと、理解できるんではないかなと思います。はい、それでは、10分後ぐらいに学習サポート、休校中の学習サポートの件について、まあ、皆さんのご意見を聞きながら、どうしようかなということを考える、形で、また発信したいと思いますので、まあ、10分後ぐらいによろしくお願いします。ご清聴ありがとうございました。